おはようございます。今日は久々に外に出ました。はい、というかこれ僕映ってるということは首を回避ということで、いやあと履けてないでまだまだその合間という最終日やもん今日。これ上がる頃にはおらへんようになっとうかもしれないそういうことですね。見守ってくれてるで後ろから見て猫おめっちゃ平田もっこしません、ね、今日は絵描こうかな前々からちょっとだけは聞いてましたけど、まあ、いい天気やしな。そうですよね、今日しかないよね。まさに日和ですよね。で今日 D も絵描くってそうなんですよね。緊急参戦 D がいますじゃあ絵はどうなん？僕描けないです。先入観は可能不可能にするから場合大谷翔平やから実際描いたことがあって絵心がないってこと。はい、そうです。あ、そうなんですか。黒さんは描いてみてって感じですね。これは対決ですかね。対決、じゃあ描いていきますか。じゃあお願いします。お願いします。今も涼しいし、海パン履いてんの？履いてないです。履いてない。行かれへんの？いや、マジで深いですもん。落ちたらあかんで。泳がれへんの？え、泳げます。次の企画あれやで。琵琶湖横断やで。マジっすか？俺らボートで行くし。絶対無理や。24時間テレビちゃうんすよ。宣伝？宣伝やめて。宣伝料取るで。エースチャンネルやし、これ。そう、だからそう。だからこそ宣伝してるんですけど。この画面でいいの？ここ書くの？この船の、このラインですかね。この辺書こうと思います。茶葉さんはどこのアングル書くの？ここね。茶葉後ろでおにぎり食べとこうで。おにぎり食べたいんじゃん。のにさく。書き終わってからいつも食べんのおにぎり。山下さんじゃないです裸の大将ちゃんと。あ、違うの？集中してるね。じゃああいつもうちょっと本気や。でもあいつおにぎり食っとったなんかごっつい地味やねんけど、なんか喋ってくれへん。いや正直ね、めちゃめちゃこれ難しいですけどね。手止まってるで。あー、そうじゃない。聞いてた話。あ、聞いてました。はい、聞いてました。書きながら喋るっていうね。書きながら、いや困った時のいやもうやめて。ハードル高。そう考えたら今絵描く人ってあんまおれへんよね。そうですね。絵っていつ以来？中学生以来ちゃいますかね。中学校の美術の時間ぐらいちゃいますかね。だって大人になって絵描くことなんかないやろ。まずないっすね、そう考えたら。なんかパッと見クワさん有利やな小学生の絵みたい。いやこの威圧の中ちゃんとした絵が描けるかっていう話やから。手震えてます大丈夫ですか？アルチューじゃないすぎたね。クワさんうまいね。うまいですね。まあ才能ちゃう。俺めっちゃ下手やで。そうですか。そうこの威圧で描けるかっていうあれやで。まあでも茶葉さんも僕よりはマシで、じゃあ僕ローモバやってくるんで行け集中してるんですから何こんな妨害行動もあるんですか。うまい。絵描きなったら絵売りましょうよ。絵売ろう。僕ら仕事ないんで。これ売りましょうか。売りましょう、売りましょう。やっぱ足屋がんのくせがんのすけさんやったんですね。やっぱ個展開こうや。売れるかもよ、うん、いね。いや売れるっす。とりあえずね、仕事ないから1000円ぐらいからスタートして。1000円から100円からでいいんですか。100円からでいい。ヤフオクに出したらいいや。サイン書いて右下にね。嘘ばっかつく。その生まれ持った嘘つきな。嘘ついて書いてますよ。だって最近書いてないやろ絶対に。それもなんかたまに書きますみたいな言ってなかったさっき。言ってた。言いました。なんでそんなナチュラルに嘘つくの。そこに才能あったんや。後ろの重圧はどうな。感じてない。今感じてオークション形式で1000円から行く。それで借金返せよもう。はい。お来たで来たでドン来たで。ドン来たやばい。熱やばい。大丈夫？な。大丈夫。で降りてきた。やばいやばい。組長が来たみたいになったわけなんかこういうの出てて、タバだけ一人でおにぎり食べてました。こいつも1週間に15,000円。何したんすか。例えばね、こんだけ働いてて出勤して1回でも掃除したことあるかって聞いたんですよ、はい、無言なんですよ。一回もない。ちなみに今日茶葉さん、まあ、僕来た時いつも怒られてるコーヒーの灰皿持ってこいって怒ってるじゃないですか、はい、今日も持ってきてくれなかったです。あ俺持って行った。欲しいわけじゃない。じゃあ分かりますよ。お客さんが来た時は何回も言ってるんですよ。そう分かりますよ。リクワさんに今日も茶葉さんまた怒られるなとか言って、なんでか考えてみろって言ったら、いや分かりませんとか。リクワさんも分からないんです。なんでよ。そうあ、どうなんクワさん。圧はどうなんこの。まだマシなの。まだ大丈夫。何がマシなん。圧。圧圧圧は大丈夫。どっちの後ろ。後ろはい後ろ。そこもこの顔で横にいたんでめちゃめちゃこの顔でディスってますよ。やっぱりこのサングラスパワー強いですよ。なんか言われてますよ。どうですかその件について。絵に集中してるふりです。これ見られたら怒られるで手止まってます。あ、そうじゃない。ほぼ完成。ほぼ完成です。でおにぎりもらって。山下さんおにぎりが大好きなんだな。でこれオークション行きますからまた完成してサインやって。オークション8割こっちやしな。お母さん2割やしな。あ、了解っす。こういうところやな。ちゃんと直さへんとバラバラで、で片付けるときに遅いよな。いつもそうやもんな。パソコンの散らかすだけ散らかして。そうですね、はい、マイペース。加藤さんってこんだけ人待たせて時間ないんですか。ないっす。もう10分以上前からもう帰ろうって言っとんのにマイペース。これ桑田さんやな。タバ
で、これうちの会長の、紹介してよ。あ、はい、僕こんな感じです。うまい、ありがとうございます。才能開花した。ええー、運やろもう、はい。え、これでも欲しいわ、ほんまに普通に。いくら？1万以上。1000円からスタート。1000円からスタート、行きましょう。即決いくらな？50。高すぎるやろ。あの、これで完済できるんで。タバノも結構ええで。これです。これもオークション方式でいく？即決なんもない。3000円で。安っ売りに行ってるやん。この動画の次週に2人がおるかどうかの話やんな、はい、そうなんですよ。まずあと何枚？3枚っす。残業するか、タバに任すか。僕は残業全然しますよ。マジでちょっと今焦ってますから。次回は音声だけかもしれないし。あ、マジっすか、うん、でもごっつい企画考えたら、おお、それやろうって言って繋がるかもしれない。今日もなかったんやろ、何も。今日昨日もない。クビになっても復活のチャンスはあるかもしれへんということですね。どうでしょう皆さんありがとうございました。 D もありがとうございました。ロモバに夢中チワいただいてくれる方が現れました。ありがとうございます。ポンコツチャンネルもエースチャンネルも見ていただいて、はい、引き続きよろしくお願いします、まあ、僕がクビになってなければですけど。そうですね、クビにならんように。桑さん運転できるよね？はい、できます。うちは記念品を全部配りするために活動しております。久しぶりにあの大ごとエーススクールですかね。そうですね、初めてです。送迎します。行きます。出したらヘッドライト消してハザード焚いてください。アーチまで行ったら普通にヘッドライトつけてハザードを消してください。はい、わかりました。で、ここで止まります。あ、ここでいいですか？はい、キエザン坂本駅ですね。はい、ありがとうございます。お客様を待って乗せてまた帰ります。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。桑さん初送迎お疲れでした。全然喋らへんかったじゃないですか。無理っす、やっぱりあの言うて僕のこと知ってるお客さんではないんで普通に送迎者だけなんで、こういうご経験ができてよかったんだそうですね、今日と明日が勝負なんで。はい、僕も首かかってるんで。はい、はい、ありがたいことに一つうちは履きました。もう一名いらっしゃいまして、本日ありがとうございました。無事に受け取っていただきました。ありがとうございます。すみません、今日はありがとうございました。帰りの方がね、ちょっと桑田さんと会えなくて。 T シャツとうちはいただきました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。失礼いたします。